ギガ連射。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら。ローネのプー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 です。よく見れば後ろにいっぱいプーがある。まあ正式なタイトルはローネのプープープーですね。3回伸ばすだけ。なんかね、色がいっぱいあるからね。色がいっぱいあるからなんかパズルゲーム感はあるけどね。パズルゲーム感あり。まあ、まずはあらすじから読んでいきますかね。まずはあらすじから。はい。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、日頃溜まったプーを解消しにやってきた脅威の無表情ギャラ、ローネ。今日はプー投げにうってつけの広場にやってきたよ。ここならプーが投げ放題。画面内にあるいろいろなものにプーをぶつけちゃおう。間違ってプーが自分や肩に当たってしまうとゲームオーバーだよ。よくわからんな。なんか投げる感じっぽいけど。まあ、まずランキングを見てみますか。これもね、限定開放中のゲームなんでね、あんまり多くのプレイヤーはしてないと思うんですが、珍しいな。アッキー2020って人、あんまり一番上のスコアを取ってるのあまり見てるイメージないんですけど、アッキー2020がトップを取ってる。セシルが下の方にいるし、ヒナノナノよ。ヒナノナノじゃなかったっけ？ヒナノナノよになってない？ ST ホワイトはこんなところにいる。ちょっとまた、あれですね、ランキングが。なんとも言えない感じになってますね。はい。タイピングで猛威を振るってた高近はレーセック。うん、ちょっと苦手なのかもしれない。やってみよう。どんな感じなのか。ほう？どうだろう。あらゆるものを壊せばいいのかな。これブロッソじゃん。あ、ブロッソダメ？待って。自分やクタに当たってしまうとゲームオーバーって書いてある。あれブロッソじゃん。クタじゃねえって。表記に偽りあり。狂気に偽りある。自分に当たっちゃいけないって書いてあるけど、全部消せばいいんだな。要はオッケーオッケーオッケー、ルールは理解した。いや、全部を消せばいいんだ。エイムが求められるということだね。要はね、エイムがね、エイム力が求められると。あと一匹。あ、速度がわからん。あ？で、こう。起きた。てーん、てん。はぁ、あ。まあ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 面白いな、これ。もう少しやってみましょう。あ必ずブロストに当ててしまう。なんだこれ。必ずブロストに。あ、今度ネイビー倒れてる。とりあえず動く対象を先になんとかした方がいいな。動く対象から。動く対象。 UFO が倒れない。あとはもう停止、固定してるやつだから。なんかライディーンっぽい BGM が面白い。ここまで用意して最後ネイビーに当てる。どうでしょう。 28.8 秒。これ楽しいな。テクノメヒコ工芸。なんだいそれ。これ以上いけるか？面白いよ、これ。これ面白いよ。もっと早くやればよかった。動くやつを先に倒していく。なかなか、
ヒゲ虫が倒れない、ヒゲ虫が倒れない。いやー厳しい厳しい厳しい。やればやるほど得点が上がっていくと思ったら大間違いって感じだな。いやーこんなもんだ。すごいなんかこの置き方よ、この目のなんかしょぼしょぼみたいな感じの置き方かわいい。まだやる。またネイビーが倒れてんな。UFO を狙っていく。ここがなんかちょっと厳しいね。この渦がなかなか軌道が読めない。うまく狙ってきました。こっからはダメだ。30秒だね。まあベスト更新ですね。いやー上はすげーな。これは上はすげーな。45秒残し、15秒で投げ切るんか、すっご。いやどう、ビジョンが見えないね。この10位以内に入り込むビジョンが見えないね。いやーこれは上はかなりすごい世界だな。あともう一回だけやってみるか。これでダメなら諦めよう。それも、うまくいってもいかなくても、これで終了にしますよ。ちょっと待って、最後ヒント見よう。投げるまでの時間で、プーの速度が変わるので、スピードクリアを目指すのであれば、素早く投げるべし。はぁ、あ。ちょっと待って、試してみる。投げるまでの時間で。どういうこと？あ、なるほど。こういうことか。全然ダメじゃ。だからこのピュッピュッピュッってやれば早くできたんだ。でも30秒超えるな。いやー分かってもそんなに早くできないわ。うん。こう長くドラッグしてると、長くクリックボタンを、マウスのボタンを押してると、それだけ、軌道が、こう、上向きの軌道になって、ゆっくりなんだけど。だからってな、構成早いわな。当たんねえ。長くしてたもさ、別にもう動かない対象だったら別にどうでもいいんだよな。スピードクリアってことにスピードクリアになんないけど、ちょっと早くなったな。 31.1 秒。これでしまいじゃ。置き方いろいろだったね。順位変わっとら。順位変わっとら。この辺までは頑張りいけるかもしれないけど、まあ、こんなもんかな。うん、こんなもんですね。よし。クターの、ローネのプープープーでした。これね、面白いんでね、ぜひ皆さんやってみてください。やってみて、この45秒台とかの壁の厚さを痛感してみてください。これはちょっと無理だと思うな。すげえ上の連中は。ということで、また別のゲームでお会いしましょう。ほな、また。ほな、また。